さて電動ガリ選手権プラスもいよいよラストとなりました。今回紹介するカードがこちらミステリーヒッポ。早速効果の方を見ていきましょう。はい、こちら5コス3000のクリーチャーなんですが、前回前々回前回同様、当たり前のごとくこのコストは踏み倒します。その能力がこちらマナ爆弾ゼロ。響きからすでにお察しのこととは思いますが、その名の通りこいつはマナからゼロマナで召喚することができるクリーチャーです。しかしその代償として、マナから召喚した際は自分の自然マナを1枚墓地に置かなくてはならないというデメリットを有しているわけですが、このデメリットは言い換えると好きなカードをマナから墓地に移動できるというメリットでもあります。そんなゼロマナで盤面展開で墓地肥やしができるカードが千差万別の効果がある現代デュエルマスターズで悪用されないわけもなく、ミステリーヒッポは発売から現在に至るまで様々なデッキで使われてきました。例えばララオプティマス。こちらミステリーヒッポにひらめきプログラムを打つことでオプティマスが出せるという理由だけでゼロマナで使える5コスとして運用されてました。例えば白緑メタリカ。ベイビージャックがいる時にマナ爆弾をすることで無理やり1マナを生成できることから、メタリカでもなければフィニッシャーでもメタカードでもない石なカードが購入されました。例えばミッツァイル。こいつ盤面のクリーチャー破壊した数だけコストが2減るんで、ミステリーヒッポっていうのは3つあり的にはもうフェアリーギフト同然の働きをします。そのためマナにおける GR 召喚付きのフェアリーギフトとして大変重宝されました。そんな数々の歴史があるミステリーヒッポですが、このカードが搭載されたデッキは歴史上全て何らかの規制を受けており、ミステリーヒッポが入ったデッキは1年以内に死ぬと世間では別名死神と呼ばれています。そのためヤバいデッキチェッカーとして公式が愛用している説があることから、ある意味プレデン入りからは遠い存在かもしれませんが、基本的に使われ方が理不尽要因である以上、電動解除する理由はないですし、可能性は1ミリもありません。今後もミステリーヒッポの動向に注目です。というわけで以上、電動解除選手権 A プラスミステリーヒッポでした。次回もお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。